の周りには美しすぎてなんなんと思う方っていますか？憧れの先輩が平成ジャンプの山田涼介くんなんですけど、山田涼介くんはもういつ見ても美しいなと思いました。わかるわかる、めちゃくちゃかっこいいなと思います。一番綺麗なのは誰？一番綺麗なのは誰？綺麗、これは本当にここに例えば、うんうん、女優さんがいらっしゃっても僕このお題にしてました。僕たまにドキッとする時ありますもん。山田くんと目合ってちょっとドキッとする時、ちょっと一回仁さん思いっきり目見てみてください。山田くんのマジでちょっと照れますよ。ちょっと待って、いや俺がちょっともうそうじゃん。あ、好きかも。落ちちゃったこれ本当透き通ってる、すっごい綺麗なんですよ。なんか女性らしさみたいなも感じるんですよね。メイクなしで梅沢富美男さんに勝てれると思いますよ。確かに女型にってこと、女型にってこと。そうだからもうキラキラじゃない、もう自発光してんのよ。自発光。確かに。これどう、山田君これ言われてどうですか？いやちょっとなんか本当恥ずかしいっすね今。なんか恥ずかしい。いやマジで俺ツーちゃんいけますもん。ツーちゃんって。もう一回ワンちゃん行ってもう出るやん。ツーちゃんいけます。一回失敗してんのよそれ。なんでワンちゃん行って。めちゃめちゃイケメンですね。濡れてる感じが。なんか山田くんの PV 作れそうじゃないですか。山田くんってどこでも PV になりますか。この照明とかこの雰囲気も込みで。